さすがに2月の後半になって、うん、ようやく長袖解禁しました。いや、サイズ合ってるそれ。めちゃめちゃ合ってます。ちょいピタじゃない。全然、全く胸元のフラミンゴ気になるし、おしゃれなフラミンゴ。え、あ、失礼します。え、え、え、突然すいません。はい、はい、あの、驚かれたと思うんですけど、はい、まずは自己紹介をさせてください。まあ、そうですね、してほしいですけど。誰ですか。僕は呪術高専から来ました、乙骨雄太です。乙骨、よろしくお願いします。乙骨、あ、乙骨、乙骨です。乙骨、確かに乙骨です。あの、服がそうだもんな。はい、服がそう、まあ、確かに呪術の急にこんなとこに来ちゃってすいません。乙骨来た。いや、乙骨、はい、どうしたんですか。はい、あの、実はどうやらこの辺に呪霊がいるっていう話を五条先生から聞きまして。え、で、僕がその呪霊を払ってこいっていう風に言われたんです。え、なのですいません、ここでちょっと調査をさせてください。え、ここ呪霊いいんすか。呪霊が、呪霊、なんかどうやら、え、ちょっといるらしいんです。すいません、僕は皆さんを絶対に助けますので。まあ、いやいや、ちょっとお願いします、お願いします。僕は誰も傷つけたくないんだ。え、特急が来るぐらいってなかなか、あれ、ん、あ、電話いいっすよ、全然。すいません。ああ、え、え、ちょ、はい、あ、大丈夫ですか。どこだろう。いやいやいや、あの、全然、ね、この辺りかな。いや、ちょっとあの、何か呪霊の気配。まあまあまあ、電話あれだけど、と、で、あ、てか電話鳴ってたから。電話ですか。あ、大丈夫です。気にしなくて、こっちの話です。仕事じゃない。あ、本当ですか。仕事とは関係ないんで。あ、本当ですか。全然大丈夫です。あれ。いや、乗ってますよ。急ぎの用事とか、うん、だったら全然、あ、本当に全然気にしないで、はい、出てもらってもいいんで。ちょっとすいません。え？もしもし、リカちゃん。リカちゃん。うん、どうした。リカちゃんスマホ持ってんの？リカちゃん。リカちゃん。うん。え？うん、そうだよね。でもほら、僕仕事中だからさ、電話かけてくれると困るっていうか。うん。まあ。あ、まあ。うん。そう、うん。だから大丈夫。終わったら連絡するね。うん。うん、それじゃあまた、リカちゃん。電話かけてこなくていいから、ね。そんな電話とか、するんだ。何するの？すいません。え、今、え、リカちゃん、あ、リカちゃんは、リカちゃん、あ、気にしないでください。リカちゃんは僕のただの幼馴染です。ああ。携帯はもういいんで、あの、呪霊を。いやいや、まあ、あれ、マーキさん？ん？いや、あ、ちょっと、なってますよ。いやいや、リカちゃんじゃないですか。リカちゃん。リカちゃん。あの、さっきも電話した、あの、言ったんだけど、うん。僕今、帳の中にいるからさ。え？帳の中なの？え？そう。うん、うん。近くまで来てるって。いや、リカちゃん。いや、大丈夫だよ。僕はこっちで何とかやるからさ。大丈夫。初めての一人で来たけど、大丈夫。これくらいの呪霊なら払えって五条先生も言ってたから。いや、リカちゃん。いや、でも特急が来るぐらいって相当大変な呪霊じゃない。いや、相当。あ、うん、それはうん、大丈夫大丈夫。特急術師でしょ、だって。後でやるからさ。じゃあ、非術師後でが出てくるって、なかなかの。すいません。やばいんじゃないですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫です。あの、こっちの話なんで。え？こっちも、あ、まあまあ。早くそれよりも呪霊をなんとかしないと。呪霊、まあ、いや、でも、ほんと、いるんだったら、どっかにいるんです。払ってほしいんですよ。どっかにいるんです。なんか、ここなんたらないですか。いや、でもそれ、あ、お子さん、お子さん、あの、うん、大丈夫です。あの、そんなことよりも、なんか異変はありませんでしたか。めっちゃ来てますけど、ちょっと大丈夫ですか。折本理科。いや、めっちゃ来てます。折本理科から。会いたいとか。めっちゃ来てます。めっちゃ来てます。大丈夫ですか。いいんですか。理科、通知がすごい。いや、やばい。大丈夫です。無視しちゃって、大丈夫ですか。大丈夫なんで、これは。全然。あの、こっちの問題なんで。あ、そうっすか。呪霊を払わなきゃいけないんで、僕は。ずっと来てますよ、これ。ガンガン送られてきてるから。ユタって。ユタってもう。ユタン。いや、気持ちが溢れすぎちゃって。気にしないでください。めちゃくちゃメンヘラじゃん。リカはただの幼馴染なんで。ええー。いや、まあ、でも、それ、こっちも、あの、もう、呪霊、払ってほしいんで。そうですよね。そうすいません。やってほしいですよ。そうさ。ちょっと、もう、お仕事だと思うんで。ちょっと。呪霊を払わないと。どんなんかな。え、ここら辺。え？あんのかな、結構。いや、古い家なんで、やっぱちょっとあるかなと。まあ、いるかなと思ったけど。いや、やだ、うるさい。通知が。すごいな。結婚するって、ちょっと無理か。結婚する ?LINE で言ってくるんですか？LINE で言うんだ。結婚するの、あ、もう、ちょっと一回、もう、マナーモードにするんで。あ、これでも、すいません、ちょっと通知がうるさかったですね。一瞬だけ、はい。はい。もういいですよ。今、あの、マナーモードにしたんで、全然もう大丈夫なんで。はい。そうですね。じゃあ、ちょっと呪霊の調査を。
はい。いや、そうですね。だから残影とかあったら、ちょっと見てください、なんか。あれ残っ、マキさん。マキさん。あるけど、そうだ。ところにマキさんがいる。人形あるけど。そういえばそうだった。マキさんいたわ。もしかしてマキさんももう呪霊に囚われてるってことか。隣に後輩もいるしな。これは違うと思うんだけどな。野原も。助けてあげないと。野原もいるけど。今助けてあげる。あ、ん？え？え？うん、まさか。ピンポン鳴ったよ、今。来ちゃダメだ。え？来ちゃダメだ、来ちゃダメだ、来ちゃダメだ。え、リカちゃん来てんの？待って待って。来ちゃダメだ。え、来てんの？来てんの？来ちゃいけない。来ちゃいけない。いや、やばいやばい、え、めっちゃピンポン鳴ってる。ダメだダメだダメだ。いやいやいや、待ってください、何も気にしないでください。いや無理だよ。いやいや、ちょ、え、来てる、気にしないでください、大丈夫なんで。うちまで来られちゃってる、こっちで何とかやるんで。ちょっと迷惑っていうか、リカちゃん、いや来ちゃ、来ちゃさすがにまずくない。嘘だ嘘だ、来ちゃダメだ来ちゃダメだ来ちゃダメだ。いやいや、ちょっと、いや怒った、逃げちゃダメだみたいな。いや、なんか仕方をしたりとかしてるから。で、太郎出た方がいいんじゃない、これもう。いや、ちょっと、え、出ていい、待ってください、そんな絶対ダメです。いや、ちょっとさすがに、いや、ちょ、俺らはもう仕事なんで。鳴らされると迷惑というか。仕事だからさ。待って、それ、あいつ。いいっす、いいっす。あ、俺が言う、俺が言うんで大丈夫。ダメです、ダメです。来ちゃダメだ、あ、おう。うわ、え、で、な、なにこれ。え、あんたがリカちゃん？リカちゃん、普通に話しかけてるけど。あのさ、いや、その心配なのはわかるけど、うん、いやいや、こっちも普通に仕事でさ、あ、あ、太郎、太郎、喉行く。太郎、太郎、うわ、首ひねられた。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。なんでリカちゃん、え、私がみたいな。リカちゃん、お前がやったんだよ。ゆうた、寒い。寒い、うん、まあ、寒そうな格好だけど。なんでこんなことすんだよ、リカちゃん。ゆうた、何？首舐めて、温めて。いや、キモいな。気持ち悪い温め方。失礼だな。自分も会いたいよ。歪んでんな。